この放送はご覧のスポンサーの提供でお送りします。食べて何かアレルギー反応が出ることを食物アレルギーと言います。厚生労働省の調査では、1歳の子どものおよそ1割近くに食物アレルギーの傾向が見られるそうです。赤ちゃんは母乳に含まれるお母さんが食べているものの影響で湿疹が出たり、生まれて初めて食べるもので症状が出ることもあります。一番多いのはやっぱりお肌の症状で、皮膚が赤くなったり、蚊に刺されたようなブツブツができたり、あとは咳をしたりゼーゼーしたり、吐いたり下痢したり、ちょっとぐったりしたり、いろんな症状が出る可能性があります。乳児期の食物アレルギーの原因となる食べ物で最も多いのが卵、続いて牛乳、小麦です。この3つで原因のおよそ9割を占めます。まずはしっかり加熱したものを一口からということでお願いしていますね。もう半分ぐらいはもう卵が原因なので、まずやっぱ卵を始めてあげるときは注意が必要かなと思います。食べてから2時間以内に症状が出ることの多い食物アレルギー、命に関わる場合もあり、症状の種類によってはすぐ病院へ行く必要があります。軽い赤みであるとか、ちょっとブツブツが出て赤ちゃんが元気であればいいんですけど、例えば食べた後にぐったりしたり、激しく咳込んだりゼーゼーしたりっていう時はやはりすぐ病院に行ってほしいなと思います。食物アレルギーを確実に予防する方法は今のところありません。赤ちゃんにアレルギー反応が見られたら、原因となる食べ物をいかに避けるかが治療の基本となります。何をね、どのように避けていくか、どれだけ避けるかというのはやっぱお医者さんと相談して決めていってもらった方がいいと思います。赤ちゃんの食物アレルギーは幸い自然に治る、自然に食べられるようになっていくことが多いので、あまり食物アレルギーだからといって悲観的にならずに、前向きに取り組んでいってもらえたらと思います。すくすくアルバム、今週はまなちゃんとみことちゃん、ゆいるちゃん姉妹。